おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日また一問一答で、はい、はい、やっていきたいと思います、はい。最近 DM、 インスタの DM はもうプレゼント関係で埋まってたんで、うん、今ずっと YouTube のコメントばっかりですね、はい、そこはちょっと見ていきたいと思います、はい。何かお見せされてる方ですかね、うん、あの私の店も緊急事態宣言により一時休業してます、うん。湯山さんは中洲とかそういう夜の飲食店に飲みに行くことはあるんですか？暴力団辞めた後は元縄張りの店とかに飲み行けないとかあるんですか？まあ今福岡じゃない人は多分分からんと思うけど、はい、あの中洲のそのキャバクラとか、はい、もうほぼほぼ閉まっと、ああもうみんな自粛してですね、もう、うん、もうあの緊急事態宣言が出てからは、はい、もうほぼほぼ閉まっとね今。でも中洲のお姉ちゃんとか、変な話やけど、はい、結構風俗の中でもしよう。やっぱもう食えんけ、食えんけ、結構逆に風俗はやってるんですか？風俗はやるよ、で風俗の方ももちろんその客足はそんなにないみたいやけど、はい、でもその風俗も今までよりもコストをドーンと下げて、だけどもう1時間で1万円とかっていうのを歌って結構やるよ。今まで3万4万取り寄ったようなところがだいぶ安くして、うん、そう俺相当狭いなと思う使っとんかいしっかりしてそこごめんごめんちょっと話しとんか。あちなみにね、今の喋りの部分でちょっとつながる部分やけど、うん、はい、今さ自粛モードでお姉ちゃんたちが結構家におるやない、はいはい、その中で今飛ぶように売れるのなんか知っとる？なんすか？電話がめちゃくちゃ売れるらしい。すごい売れよって、って聞いた。それぜひコメントいただいたらすぐ手伝い行きますね。そう、いやだけね、その電話を買いよう人たちの、その、まあ、手助けになるように、はい、使い方とか、ね、全国のね、女性のためにさ、はい、ちょっと湯山チャンネルで内陣ツアーをちょっと組んでみろうかなと。よくない？ダメやろそれなんていうことなんで、まあ、ちょっとじゃあお話に戻りますで、まあ俺のその元縄張りの部分に関して俺が行ったらいかんとかっていうのは全くない、はい、もう本当に俺も円満で終わっとうけん、あ、うん、だけ別に中洲に行こうが何しようが別にそれは問題はない、うん、もう本当に円満で終わっとうけん、だけその辺はもう本当会長には感謝しちゃう、ものすごい本当に綺麗だったなと思う。俺執行部までしよったんよね、まあ、あの直参っていう団体の執行部まで、はい、でその人間がいきなり辞めるって、うん、まあ、刑務所でできて辞めるってなった時になかなかやっぱ認められんとよ。でもちろんその時も認められんやったけ、まあ、ずっと話し合いをした。で話し合いのもとで、最終的に会長はもうよかって、もうお前がそこまで言うんならね、お前の一番尊重するけんってっていう風に言ってもらって本当に器量があったなと思う。本当に俺がその立場やった時に認めきいかなどうかなって正直思ってしまうけ、うん、だけど本当にああ器量があった人やねって今でもやっぱ思う。だけど足元向けては寝れんねと思う。だけど今の俺があるのもその一言があったけんやね。そうですね、うん、だけどまあ、話戻すとそういう風な部分から俺は一切そういう風なその縄張りに入ったりかんとかっていうのはない、うん、まあでも逆にまあ、その元同僚というかそのヤクザさんがやってるお店とか知ってるんだったら逆に行かなかったりとかするんじゃないですか。基本的にもう暴力団との連絡を絶っとくって今ね。そうですね、うん、まあそのヤクザの絡みなんですけど、うん、まあ、そのもうこういうトークしてたらごめんなさいっていう前置きのもと、うん、ヤクザ時代の怖かった話危なかった話を聞きたいです。例えば言える話が少ないかなと思う。結局そのなんか狙われとってなると相手がおるわけ、はい、ね、だから相手組織の話もせないかんくなってくるき、だけどちょっとその辺あの言葉選んでから話もせないかんけ、なぜ狙われていたのかとかですね、うんうん、難しいところですね、うん、質問です、はい、実話系の雑誌で読んだ記憶があるんですが組長さんの料理を担当しているヤクザはプロ顔負けの料理の腕前らしいのですが、うん、本当ですか？うん、これは本当、本当？これは本当。そうなんですか？うん、例えば会長好きの人間と、はい、まあ、会長がおってで一緒にどっか飯食いに行きました、はいはい、でその会長がわこれうまいねって言ったのに関しては裏に行ってレシピを聞いたりとか、
もうそこまでちゃんとする、で本当にその美味しいって言ってもらえるものをしっかり作ったりするもんね。だから俺の下人間とかももう徹底的にやっぱレシピとかはもうまめにノートに書きよう、その書きよった。事務所って家ですかね。そうそうそう、だけど自宅でも作るし、で、本部でも作ったりするし、ただ会場好きの人間がもうちょっとあれば作ってんやって言われた時にパパパパパって作って、で会場に出して、でみんなそれを食べた時にうまいっていうぐらいのものを作る。あの役立ってほら結局ほら極め道って書くやね、極道って書いてね、だけどやっぱその持ち場があるやん。だけどその持ち場にやっぱ本当に極めようっていう人間たちがやっぱなっていくよね。だけどそういう人間やけんこと会長好きに選ばれたりするけん、やっぱ会長的には会長的に適した人間ってのが俺や。だけど、それはおっしゃる通り。その湯山さんの組でもやっぱ料理上手がいたんだ。おらん。あ、おらへんおらへんやった誰一人おらへんやった。自分でも料理は特にしない。俺一切料理じゃない。まあまあ作れんことはないけど、作れんことはないけど俺は一切料理じゃない。俺ほぼほぼ外食じゃん、外食やけど、このコロナになってからは、特にもう俺外出控えとおけん、ただ近所のおばさん連中がさ結構晩ご飯持ってきてくれるじゃん。優しいっすね。いいね。そうもうほんと近所のババア連中にはね近所のババアって言ったからね、近所のお姉さん連中にはほんと助けてもらっと。掛け合い場面とかヒリヒリした話など聞きたいです。それヒヤヒヤのことかやなね。ヒリヒリじゃなくてね、ヒリヒリ、これあれかやな、土地柄によって違うとかやな。ヒリヒリ、まあもう身を焦がすような。ああヒヤヒヤじゃない。まあ福岡はそういう時ってヒヤヒヤじゃない。まあでもこれ言うたらまたずっとピーやもんね。ほら持って走れってなったことが何回かあるけん。走る、うん、その場所まで行けてもいいんですか。そういう時はやっぱもうほら刑務所を確保せないかん。ただやっぱ その話が弾けてしまった時にもう行かないかんけん。だけど掛け合いしよう人間とかは基本的に持ってないじゃん。でそこでもう欠落ってなった時にそのままその例えばお店を出た時にやれっていう風な話とかもあるけん。だけどその駐車場で待機しとった時もあるし、交渉決裂したら相手のどっかに持ち込みに行くとか、まあそのまま体に入れてこいって、っていうのもやっぱあったし、これも言うてしまったらあれやろね、広告つかんやろね。そこら辺がラインがあるもんね。だけどやっぱ持って走れってなった時はやっぱもうドキドキはするよ。冷静ではない、やっぱ冷静では俺嫌いやった。俺はまあ人それぞれね、やっぱ冷静な人もおるっちゃろうけど、俺は冷静では俺嫌いやった。たまたまその時にその決裂せんで、あーもう帰っていいぞって なったけん、俺は今ここにおるわけやけど、いやでも怖いね。いや怖いよ。そんなしろって言われたら絶対嫌やね。だけど今でこそ俺もうわ怖いなって思うんだよ。だけど自分の昔を振り返った時に正直今それでやっていっていいかったらもう怖くてしきらん。今はもう本当に敵になってしまったわけ。もう当時はもうそういう感覚もちょっと薄れとうというか、だけどもうなんていうとドーパミンがもう出まくっとう感じ、アドレナリンっていうのかな。特になんか常にもう勢い巻いとったもん、荒ぶっとったちがね、ヤクザのさあどうたらこんたらたまたま偶然見たけど、その肩書き出すんやったらどこの誰でも出せるよ。この世の中渡りがたいけど、こんな肩書きでなんだかんだ腹に収まらん。名前は出せってこと、その動画でそのいくらでも適当言えるよと、まあ組長本当にやってたのかぐらいな感じなんじゃないかな。その人の名前なんですか。モヘモヘさん。自分の襟を正して人に改めましょう。はい。ゆうやまさんこんばんは。僕はあらゆる仕事につきようやくゆうやまさんと同業の改修工事で定着しまして、約5年が経ちます。しかしこの5年で心を折れる時何度もありました。
ゆうやまさんのように勇敢に進むこともできず諦めたことも多くあります。ゆうやまさんのように進み続ける極意とは何でしょうか。極意、進み続ける極意。まあ俺結構その仕事に関してはまあ前も言っとくけど、実の兄貴の会社に入って、でもう一つ、あ、助けられたなって思うのは、俺親友って言える人間が3人おるじゃんね、はいはい、その3人には本当に助けられたなって思う、っていうのが、やっぱ俺何もないとこから始めとんや、もうその建築なんて現場でもほらもう15年もヤクザしよったけん、はい、もう体なんて全然もうヤクザの体にしかなってないわけや。でそういうとこから始めた時に俺の親友3人が3人ともみんな会社しよって、はいはいはい、で2人は建築、はい、で1人はまあ別のなんか販売業、はい、でその2人に関しては同じまあ業種といえば業種なんよね、うん、大きく分けたらまあ建築っていう部分で、はい、で2人とももう3億とか4億とかっていう会社をしようじゃん。結局俺が出てきた時にこの2人に関してはもうそれなりの地位があってそれなりのお金もあるわけ。別に本人たちは俺の下に見たこともないっていうね、うん、でも俺はその2人を見た時にすごい感化された、うん、だけど、うわ俺も頑張らないかーって必死でになっとった記憶がある、うん、で、もう1人はその販売業の人間はこれが年間20億ぐらいしようじゃん。これも俺のもう本当もう小学校の時からのもう親友なんよ、はい、でこの2人に関しては中学校の時からの親友じゃん、うん、だけど本当にねなんかねその考え方がみんなもうそれなりにやっぱ大人になっとるわけ、経営者としての考え方になっとったわけ、うんうん、だけどそこでねすごいね影響は受けよったかなと思う、はい、だけど役者辞めて本当に思うけど周りのその付き合う人間で多く変わるなと思う、はい、バカとは俺つるみたくないもん、あこういうこと言うたらいかんけどね、あ、うん、バカってさ負を持ってくるじゃん、不幸の負をね、だからそういう人間って問題ばっかり抱えるとよ、うん、だけど俺はやっぱこの志高い人間が周りにおってくるだけ、うん、すごい感化されたなって、うん、だけどいい関係ですね、うん、だけど俺は本当その3人には助けられたねって思う、うん、別にお金の部分でも何でもなく、うん、気持ちの部分でかなと思う、うんうん、まあ今現在周りにそういう人がいないという人でもですね、うん、まあいろんな人との付き合い方を考えていけば自然とライバルというかいい意味でのライバルというのも出てくる、うん、ライバル大事よ、うん、大事ですね、本当大事だもんライバルは。まあ後輩の我々からしてもね今出てきた 3名はすげえかっこいい先輩ですもんね。そうそうそう、うん、いやでも本当なんか地元の先輩って結構ねえみんなすごいよ、ね、いや本当ここら辺の人たちみんなすごいよね、うん、いや大成した人間多いよね、本当ですよね、うん、まあ俺の影響があったけんかもしれないけど俺もうみんな守ってやっとったからねまあちょっと言葉が過ぎました、ね、親友の皆さん申し訳ありませんまあこんな感じでなんかいろいろプライベートな話も聞けてまあ、なんかもうちょっと2人 の, なんかその昔話とかも聞かせてもらいたいですけどね。ああじゃあそういうなんか質問でもいいか、うん、そうだね、うん、それだけのね、うんうん、なんか要は正直と俺の中で思いの、うん、あ、あるねいっぱいね、あるっすね、あるね出会いとか、ああ出会いね、あなんかういう、あ面白いね、そういうのも聞かせていただけたらと思います。昔のことよしとよ面白そ う, そ う, そうではまた皆さん今後期待というところはい、はいはい、お疲れさーす。